そろそろテートに着く頃か。ああ。どんな街なんだろうな。死骸だらけっつってたっけ。気が重いぜ。中へ入ったら要塞を目指すぞ。要塞？ジグナタスと呼ばれる巨大な軍事施設があるんだ。クリスタルもプロンプトもそこか。攻めがいがあんじゃねえか。しかしクリスタルに死骸を駆除する力があるってのには驚きだ。そう考えている者もいるだけで、確定したとは言えないが、死骸の勢いが夜が長くなったことと関係があるとしたら、クリスタルの奪還はルシスというより世界にとって重要なことなのかもしれないな。ま、とりあえず返してもらってから。どうした？何かあったのか？さて、また非常事態か？貨物車両にレガリアがある。急げよ。分かってる。貨物車両はまだ先か。おい、急げ。行くぞ。ああ、頼むぞ。防衛機能段階4を発動。すべての出入り口を封鎖します。進め、止まんな。わかってるよ。ぶつかんなよ。わかってるって。今どこを走っている？トンネルか。線路の上だ。止まったら追いつかれるぜ。急げよ。急いでるよ。捕まってろ。壊れないはずだ。避けた先で当たるな。これレガリアなら多少の衝撃は耐えられる。運転に集中しろ。くそ、耐えろよ。急げ、閉まるぞ。引け、レガリア。おやせ。ここまでか。十分。
ここまでありがとな。まさか丸腰で帝都に侵入するとはな。クリスタルの力で本当に死骸どもを何とかできるのか。わ、行ってみなきゃわからねえ。足止めるわけじゃねえだろ。ああ。いつ崩れてもおかしくねえか。早く抜けよう。こっち行けそうだ。一人になっちゃったね。だって通っている国際省は最終の性格も最低だな。心外だよ。クソついてくんな。どうなってんだよ。準備完了。俺が下から繋がってんのか。どうやって行くんだ。
これでエレベーターまで行けるか。休めそうだな。昨日からレスタルムは世界の人々の避難所になりました。だから帝国の人もアコルドの人も誰が来てもいいんです。警護の要請はメルダ省教会にすぐ連絡を。ハンターを派遣します。無理はしないように。そしてレスタルムの人々にお願いします。避難してきた人を追い出したりしないでください。温かい気持ちで受け入れてください。レスタルムの明かりを分け合いましょう。
ずいぶん静かだな。誰もいねえのか。なさすぎ。ずいぶん無防備だね。友達見つけられるかな。早くあいつら見つけねえと。どっかにいるはずだ。気をつけて進んだ方がいいよ。走るしかないのか。こりゃ大変だ。しょぼい魔法しか使えないんだっけ。
専用の鍵がいんのか。なんだか順調に進めてるね。おい、プロンプト、止まれって。そうじゃん。解除レベルを2に更新しました。レベル2までの扉の開放に有効です。
プロンプト、そろそろ危ないかもね。認証できません。このカードの防衛機能解除レベルは2です。最初からかよ。解除レベルを3に更新しました。レベル3までの扉の開放に有効です。友達が死んだかと思ったよね。急がないと次は本物かもよ。いい仕掛けだったでしょう。の、間違わなかった？本当に本物じゃなかった？
心細くって泣きそうって顔だ。君たちの希望まであと少し。もうすぐ手が届く。中央エレベーターを探しなよ。そこに大事なものがあるから。はいはい、どうも。動かすやつ探してこねえと。
よくやったね。これはプレゼントだ。なんだ。どうもな。ちゃんと受け取った。早速使わせてもらおうぜ。おやじ、気をつけて進んだ方がいいよ。何か聞こえるね。何かあるんだよ、きっと。煙？
どっから出てんだい。ほら、忠告してあげたのに。だんだんひどくなってんな。止めねえと。つまんないな。解除レベルを4に更新しました。レベル4
までの扉の開放に有効です。仲間がいないと随分頼りないね。本当に仲間たちと会えるかな。電源が落ちた？なあ、今度は電源探しか。何か聞こえなかった？一人だとちょっと怖い。マジか。